セバスチャン・サーベドラは、コロンビアのレーシングドライバー。韓国及び、スペイン系、ボゴタ出身。幼少時から、カードレースに親しみ、その後、ゲラスレーシングより、フォーミュラ BMW、USA に参戦、シーズン11位となる。フォーミュラ BMW アダックにも2 0 0に参加し、フォーミュラ BMW、ワールドファイナルに、進出、32位でゴールする。 2007年には、ユーロインターナショナルに加入し、8戦から1 4戦にしか参加しなかったものの1勝を挙げて、シーズン12位となる。また、フォーミュラ BMW アジアには6戦に参加、3勝を挙げ、フォーミュラ BMW アダックは2戦に参加、フォーミュラ BMW ワールドファイナルでは4位でフィニッシュした。2008年には、ドイツ F3 選手権に参戦し2勝を挙げ、 シーズン2位となる。その他にも、オーストリアフォーミュラ3カップの数戦に参加し、シーズン9位となった。2009年には、ファイアストインディライツへの参加が決定、ディフェンディングチャンピオンチームのアグア、AFS レーシングに加わり、チームメイトの JR ヒルデブランドと共に戦う。インディライツでの初勝利は、第4戦のカンザースであった。7月には、トロントでポールトゥインを遂げた。 2010年は、ブライアン・ハータ・オートスポーツに移籍、インディ500及び、シーズン終盤には、インディカーシリーズへのデビューを果たした。インディライズ・インディカーシリーズ・インディ500。ありがとうございます。